取るんじゃないよ、本番中に。なんでさっきの音響トラブル受けんじゃん。さっきのトラブルずっと取ってるじゃないか、これは。めちゃめちゃ面白かったですね。でもあれなんですよ、指でも変えなくなりますよ。変えるよ。あのお前よかったかなって。TikTok の脱臭じゃねえか。脱臭さん。ちょっと。歌いたいの？俺はちょっとあの脱臭さんというパートなんですよ。知らないですか？知ってます。脱臭さん。TikTok の脱臭さん。ちょっと。寒かったんで入ってきちゃった。当たり前で、俺もっと早く入るかと思ってずっと待ってたのに今まで歌っちゃったよ、入らないから薄着しすぎちゃった薄着しすぎちゃったちょっとやべえ、ちょっと帰るわ、足置く帰るよ、ちょっとなんか早い、早いね、早いね、俺、あの、一曲歌わせて一曲一曲歌わせて足置く、足置さん一曲歌いたいそうです、いかがでしょう。知ってます、5分です、知ってます、お父さん、渋いですね、ヒゲが。ちょっと、インスタのストーリーも撮られてる。これ、ちょっと、あれ本気のやつまた脱臭さん、伝説本気のやつです。今、音をまたチェックしております。ちょっと、このホテルの社長に言って、ちょっと CD コンポ私はちょっともう意味ないんで、ちょっと返したいなと。あ、そんなに出ないんですね。ホテルの人は、なんか話すのも普通って言うんでしょうかね。いい感じで。なんでこんな機材置いてるんでしょうかね。誰もこんなの、俺でも捨てるよ。俺でも捨てるやつ、サンダスも捨てるから勘弁してくれよ、もうほんとよ、きついよ、これ。もう営業始まっちゃってるから、長いなってるよ、もうちょっと。あ、ちょっと一回あ、来た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 。はい、そうですね。はい、じゃあ、しっかりと出させていただきます。はい、はい、私の一冊から一冊ぐらいで、ご案内させていただきます。皆さん、ぜひですね、SNS の方には、絶対に、アップしてください。とどまることしか、時の中で、帰らぬけど
して無責任と無責任のと何もかも知っていた分かり合ったとも愛した人でさえも一旦、バイバイ。バイバイ。